回の冒険はノモセシティのジムに挑戦していくからね。こちら5つ目のジムになりますね。何タイプの使い手かっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあクリアしていきましょうよ。ちょっと聞いていこうか。ここのジムリーダーマキシさん、いやマキシマム仮面は水タイプの使い手、ほうほうほう、なら相性のいいポケモンがたくさんいるよ。水タイプのポケモンに炎や地面タイプで戦うのはいい度胸と言えるだろうな。いやそれ無謀だよ、バカだよね。そのあたりはお前に任せるぜ。じゃあいいファイトよろしくなとのことだ。いや俺は賢いトレーナーですから、ちゃんと対策は整えてきてる。今宵のこのジムはですね、こちらのパーティーで臨んでいきたいと思います。まあルクシオと林亀がいる時点でこっちの勝ちみたいなもんですけどもね。まあでもレベルがちょっとどうなのか、この2匹ちょっとレベルがね足りないような気がするんですけども、まあいいや。これどうやって先進んでいくの、その辺わかんない。これ水の上は歩けないよね。めんどくさい作りにしてんな。でなんかボタン的なものがあるんで、おそらくそのボタンを踏みながら的な、めんどくせえ。1から10まで本当にね、いきなりありますよ。これを組んでみましょう。ポチッとな。あ、押すと水がなくなるんだね。ほんで先に進めるようになった。でここに取れないよね。これ別に戦わずして先に行けるんですけど、レベル稼ぎのため戦いましょう。ここで体だけではなくポケモンと心を鍛えてるよ。バカか、そんなことできるわけねえだろ。ずっとその家の中にいるだけでね。外に出ろ、外にね。浮き輪も必要ないだろ。ビーダル、うわ、水タイプ使い手でしょ。ビーダルってビッパの進化系じゃないですか。ほんで確かなんか岩か地面か持ってたはずなんで、電気タイプ技が通用しないんだよね。かー、いきなり意味わかんねえ。そのジムのテーマに合ったポケモンを使ってくれませんかね。水持ってないでしょこいつ。え、なんでその決まりを守らないの、弱いくせに。お前弱いのに。あ、水持ってんのか。ちょっとその辺わかんない、後で調べてみよう。まあ、とりあえず倒すわ。インファイトだね。まあ、でも水タイプっぽくはないよね。もっと水タイプなポケモン使えや。ここまでたくさんいたろ。ポケモンにたくさんいるわ、まずね。一撃撃破ですよ。効果は抜群だ。オーケー。まあ、無効果がおるからね。別にルクシオの出番も作らなくていいんだけどね。無効果オンリーで戦うのもいいよ。え、で、ボタン押すとまた出てきた。え、なんやねん。緑のボタンだと水が増えるの。なんかいろいろ利用しながらダメっていう感じかな。ただ水を減らせばいいってもんじゃなさそうだわ。まあ、とりあえずこの先進むにはまずは黄色いボタンを踏まないといけないんで。これで先に進んで、あれ？で次、まあ、とりあえずここの釣り人倒そうか。水のとんでもないパワーを使いこなす俺に勝てるか。お前ただの釣り人だろ。大げさな表現すんじゃねえよ。まあ、でもギャラドスとか持ってそうだね。どうだ。ノーマーズーン出たー。宝炎のね、ドジョッチの進化系。またこれね、鬱陶しいのはね、電気タイプが通用しないんで、地面入ってるからね。ナマズですから。かあ、こいつ鬱陶しいな。ちゃんと電気対策してるトレーナーばかりじゃねえかよ。どいつもこいつもあいつもそいつも。ただ林亀や草タイプ相性からしたらもう抜群ですから、マグニチュード7大丈夫でしょう。効果今一つ全然食らえません。でメガドレイン、前回の動画で覚えた技だ。マグニチュード5、これ何が出るかっていうのは運次第ですからね。運が良ければ最大の10が出ますから、それだと結構食らうような気がするんだけどね。てかナマズンの顔よ、完全に煽ってるでしょあれね。俺に勝てるかな的な。勝つよ、余裕で勝つわ。草タイプはかなり相性がいいからね。んー、どうしよう、葉っぱカッター行こう。6連発だな。やめろお前、街崩壊するぞ。出たら何もなさそうだね。いろいろ倒壊してそうだわ。なんか展望台みたいなのもこの町にはあったと思うんだけどね。絶対ぶっ壊れてるぜこれで。ナマズンの影響でね。危険なポケモンだ、出すんじゃねえよ。いやでもジムリーダーも持ってそうだね、電気対策に。怖えわ。ルクシオ29、戦闘にしてるけど今んとこ何の役にも立ってないんだよね。電気タイプが通用しないから。どこで取ったんだよお前それ。欲しい、ナマズン欲しいな俺もね。ぜひとも育てたいが。でこの先多分おそらく前に進むためにはこの緑のボタンを踏んでまた水を増やしていかないとね。増やすことによっていろいろと選択肢が出てくるでしょう。この場合どっちになるんだろうな。
あ、ここ行けるようになってる。え、で、青いボタンがあるよ。青は何なの？それは知らない。まあ、踏んでみましょう。その前にトレーナーをね、世界各国を渡り歩きポケモンを鍛えた俺が選んだのがこのポケモンジム。ここは手強いぜ。まあ今のところそうでもないですけどね、全然弱いトレーナーばかりがいるんでいいかもですわ。船乗りの雄三、最後にたどり着いたのがここなんだね。周り海なんて全くなかったけどね。ルクシオ、ようやくもうこれまともに戦えるポケモン来たじゃないですか。キャモメは飛行と水だったかな。電気はなおさら効くぜ。ただ電気タイプって言っても今スパークしか覚えてないというね、初期技じゃないですか。10万ボルトとか覚えろよ、もうそろそろ。はい、一発撃破だぜ。簡単にね。 OK、 経験値もうまし。このジムでちょっと個人的にこのルクシオをね進化させていきたいんだが、どうだろう、いけるかな。そもそも何レベルで進化かもわかんないからね。キャモメの進化系ペリッパー、海に旅立てばこんなポケモンたくさんいるわ。だから全然珍しくもないし驚きもない、関心も湧かないですね。だからすぐ倒しちゃいましょう。スパークで効果は抜群。一撃だ。弱いポケモン2匹出してきやがった、お前。船乗りで旅してそれなの。なんでキャモメだよ、どこでも取れるじゃねえかよ。お前の強さまさにトップクラス。自分が負けたからって相手をね、なんていうの、過大評価しすぎだよね。で、これ踏むことによって、おーい、すごいことになったね。え、これちょっと待ってよ、他のトレーナー水の中に埋まってるという可能性ないよね。あれいなかったか、子供。あ、子供ここにいる、大丈夫だね。よかったよかった。あ、ほんでこの子供とは最終的に戦いすることになるんだね、この通路通るために。そういうこと。ほんでこっちにもいるし、ちょっといろいろ危ないですけどね、タイミング悪くこれボタンを押したらさ、事故起こるぜ、この現場で。水は怖い、水と火は予想以上に怖いからね、人間が思ってる以上に。気をつけていろいろ。浮き輪ガールの浮き絵が勝負を仕掛けてきた。ルリリかわいいな。しかしジムリーダーのね、ジム戦でこんなポケモンを出してくるっていうのはよほど勝つ気がないんでしょうね。もっと勝つ気あるポケモン使ってくれないとこっちも楽しくないぜ。スパーク、あ、ノーマルタイプだ、そうだ。アイルマヒッター、オッケー、ビリリと言っちゃったね。甘える、メスタイプだよ。母性にやられたか、攻撃がガクッと下がった。まあまあまあ、攻撃下がっても特攻が下がってなければこのスパーク連打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 で勝てるからね。イエイエース30はもうそろそろ。ルリリ全然経験値くれねえ。次マルリル、え、最終進化系じゃないのですよね。おう、だいぶふっくらしてますけどね。いいもん食ってるんでしょう、間違いない。マリルを吹っ飛ばしてのマルリルなの。マリルリ言いづらいわ。効果抜群だが全然食らわんぞ。特防高めなポケモンか。まあ、とりあえず連打連打だ。まひらせたらいいんだけどね。いや、硬いなぁ。はい、で、ここでまひってくれた。うわぁ、でもバブル光線で結構削られる。鬱陶しい。とりあえずスパーク連打だ。まひったんだからまひれよ。体がビリビリ、しびれて動けないってなれよ。ほら、来た。次のスパークで倒せるかな。どうだろう。もう一回。ゴー。うわぁ、ちょっと残った。もうそんな。ダウンやん。ダウン寸前、ヘロヘロ状態やん。そんな状況で笑ってるって怖いね。もう一回。何発スパーク浴びせないとダメなんだよ。お前、電気攻めになってんじゃねえかよ。ただのよ。オッケー、マリルリを撃破だぜ。ちょっと言いづらいけどね。倒しづらかったけどね。ルクシオレベル30、節目を迎えたからね。どうだろう、ここで進化っていうのはあるか。最後にマリル。やっぱ順番飛ばしたね。なんでだよ。え、これちょっとね、ルクショーで行くのは危険ですから。最後は林が。最初のやつだとね、水タイプ入ってないんですけど、おそらくマリルから水タイプが入るようになると思うんで、まあ相性はいいでしょうね。バカった。おい、そらね。一撃撃破だぜ。最終進化のマリルリがちょっとあれだね。
っぱ特防高めでなかなか倒しづらかった。オッケー。ただまで一回これポケモンセンター戻ろうかな。オンの前に進化がやってきた。やはり30か。ルクシオの様子がかっこよくなるよ。見てて。うわ、もうすでにかっけえシルエットの時点で。さあ来い、かっけえポケモン。おー、来たー。おめでとう、ルクシオはレントラーに進化した。わおわおわお、クソかっけえ。なんか技覚えないんだね。そんなかっけえ見た目になってもまだスパークしか使えないの。ちょっと見た目となんかリンクしてないような気がするんですけどね。まあいいや。ここからのスタートになるね。まだトレーナーはいるのか。あ、釣り人いますね。釣った魚ポケモンの数は世界一の俺が相手だ。だからなんやね、コイキング使い手かお前は。それともギャラドスを出してくるか。どうだ、手持ちは3体。トサキントですよね、予想通りっす。で、行け、レントラー。進化して初の登場ですからね。かっけえ、もう後ろから見ててもかっけえ。本当にかっけえやつってどの角度から見てもかっけえんだよね。どの瞬間切り取ってもあくびしてるとこだったり怒ってるとこだったり、何を見てもかっけえのが本当の意味でのかっけえですから。やばいっすね、レントラー。育てて正解でしたわ。オッケー。あとはもうちょっと強くなってくれたらもう十分なんですけどね。で、ギャラドスやはり出してきたね。予想通りっす。ジムリーダーもなんならギャラドスを使ってくると思うんでね、予想では。ただレントラーからしたらギャラドスなどただのコイキング的なものだ。結局大きくなってもコイキングはコイキング。インはインだ、陽は陽、生まれつきで決まるんだよ、そういうのは全部。飛行に水ですからね、相性は抜群。あー、一撃で倒せなかったのは残念だが、麻痺ってくれたのでなおさらよし。最後のスパークで撃破だぜ。 OK、残りは手持ち一体。最後なんだろうね、アズマ王あたり出してくるんじゃないかな、流れ的には。おい、でレベルマップ31レベル。もうそろそろなんか10万ボルト的な技覚えないんだね。ほんでやっぱアズマ王出してきましたわ。予想通り、全部わかるお前のことがね。でね、魚ポケモンつったらこれくらいしかいないんだから。で、顔も怖い、やめろその魚独特な目ね、何の感情も感じない目、怖いわ。そのやつはすぐ倒しましょう。焼き魚にしてくれるわ。美味しそうだね、これだけ身がブリブリならね。食してみたいわ。乱れ好き、あ、ずぬくらない、やめて、かゆいだけだから。マッサージにはちょうどいいわ。最後のスパーク、スパークで3立てできるね。軽く水タイプだけならば、まあ、これが地面とか入ってたらね全く効かないけど、そういうポケモンはあのナマズン以降出てきてないからね。で、こいつで最後かな、モブトレーナーは。それともまだ先にいるのか。で、再びボタンを押して、え、この場合どうするの。あ、こっちに行けるようになったね。え、で、2つボタンがある。この先は、あ、またボタンがある。え、なんやね、やたらとあるけど。もう一回押してみよう。黄色いボタンは水を全部なくすボタンだからね。なくした結果、あ、こっち行けるようになったんだ。で、ジムリーダーはここにいるからね、最終的には水をまたやらないと無理っぽいけど。あ、そこに青いボタンがあるからそれを踏めばいいんだ。そういうこと。わかりました。荒ぶる大波のように押し寄せる流し去るのが俺の戦い方だぜ。全くピンとこない。それ同業者のみんなも言ってると思うよ。君のその説明じゃ伝わらない。こいつも手持ち3体か。で、キャモメね。決まって船乗りはキャモメを使うんだね。まあ、船乗ってたらついてきますからね、このキャモメは。わからんこともないが、お前、自分の使うポケモンくらい、ちょっと自分の現場から離れたポケモン使えや。水タイプもっと強いの多いからね。はい、ギギャ。まあ、こっちとしてはジムリーダー目の前にしてね、あまり苦戦するわけにはいきません。もうポケモンセンターに戻るつもりはないんでね。ここで出たカラナクシ。こいつは地面タイプが入ってる。だから林画面。もうこの2匹でいけるんですよ。交互のローテ出すだけですね。こういうポケモンが出てきたら林画面。通常の水タイプであれば、あ、レント。最高の組み合わせですね。はばかった。一撃か。うわ、ちょっと残るのは鬱陶しいよな。
水の波動は確か混乱がもしかしたら起こる可能性もあるが、どうだ、よかったね、うちの林亀は強いですから。そもそも混乱したとしてその混乱に負けないからね、優秀なポケモンだよ。はい、撃破だぜ。ゴールダック、コダックの進化系ね。いや、水だけですから。あ、でもエスパータイプ技とか覚えてそうだな。レントラーは特防は確かそこまで高くはなかったので、その手の技やられたらね、この HP から一気にダウンまでいきそうな感じはするが、まあ先に倒せばいいでしょう。見た目からして素早さ速そうなポケモンですからね。先手取れるかな、どうだ。あ、やっぱ相手の方が速い。ほんで水の波動だ。混乱するなよレントラー。あ、よかった。ただ結構食らったね今。一撃、ちょっと残った。次の水の波動でやられたのまずいが、どうだ。まあ耐えれると思うけどね、 HP33 残ってますから。オープン、ギリギリ。そしてこっちのスパークで OK。 このギリギリの対決こっちが制したよ。まあそもそも体力全開で臨んだら圧倒的にこっちが勝ってた戦いなんですけどね。あぶね、32レベル。あー、技は何も覚えてくれないね。進化したのに、進化してからまだレントラーは何も覚える気配がないよ。でちょっとバックのアイテム使いましょう。ここは傷薬を使ってですね、体を癒していかないと。 OK、 レントラーの体力は全開だ。さあこれでジム戦に臨みましょう。おそらくこのボタンを押せば水は最大まで上がり、ほんでジムリーダーへの道ができたわけ。このトレーナーは先倒してますからね、最終的にここにつながるわけか。 OK、 行きましょう。ド変態マキシマム仮面だ、よーく来た。俺様こそが野瀬シティポケモンジムのジムリーダーで、その名もマキシマム仮面。水の力で鍛えた俺様のポケモンはお前の攻撃を全部受け止めた上で勝利するからかかってこい。言うね、それで負けたら面白いのね。うわー、もう見た目からして怖えなんだこのハゲたムキムキなおっちゃん。こんなやつがさ、前回のトバリシティでなんかね、スモモとなんかいろいろやってたからね。何やってたんだよ、怖いわ。いきなりギャラドスかよお前、遠慮なく出してきたな。これ互いに威嚇ですからね、こちらも威嚇。すごい睨み合いだよ、一種格闘技戦みたいな感じになってますね。やることは一つ、スパークだ。滝登り、まあただの水タイプ技ですけどね。ひるんで動けない、そんなバカな、お前そんな付属効果つけんじゃねえよ。ひるんで動けないわけがないだろ、普通に動けるわこんな軽くね。はい、ここでスパーク。ただいきなりちょっと余計なダメージ与えられてるんでね、麻痺らせていただければ最高なんだが。あ、一撃で撃破する急所に当てたね。ギャラドスの急所ってどこになるんだろう、ちょっとその辺わかんないが、さすがだね。本当に強いやつは一撃で倒すんだよ。ぬおう、よく知ってる。あれだ、上都地方のポケモンだ。ならばここは林亀。こいつも確か水地面持ちだったはずなんだよな。しっかりと電気対策はしてるわな。ジムリーダーなんですから当たり前の話か。ぬおう。強さ的にはね、結構どうだろう、強いのかな。まあ、見た目からあまり感じないけどね、結構強いはずですから。メガドレイン。うわ、お前も水の波動かい。とにかく混乱させてこようっていうのは本当にあの銀河団と全く同じ戦い方ですね。ほんでピオルのがうちの林亀。でも言ったでしょ、たとえ混乱したとしてもなお林亀はしっかりと俺の言うことを聞く。ほーらね、優秀なポケモンなんだよ、出来が違えんだよ。さすが御三家ポケモンですわ。一番このパーティーの中で長く一緒に歩んできましたからね、俺のことをしっかりと理解してくれてるし、また林亀ものことも俺は理解してるから、最高のパートナーだね。そんなこと言ってこなかったけどね、こんなやつ選ぶんじゃなかったっていうことを連呼しながらやってきたのがここまでの俺のポケモンプラチナの冒険だけど、今はそう感じないね。はい、メガドレイン。ただあくびされたんでね、これちょっと眠気もくるよ。次のターンあたり眠りそうだね。うわー、ここで倒せておけばよかったんだが、あー、もうこれリミットは迫ってますから、次ので倒さないとちょっとまずい。すごい傷薬使ってくるのね、だわな、お前遠慮なく使ってきたな。
ここでわけもわからず自分に攻撃した上に眠る。お前どんなすごい器用なことやってるけどね。攻撃して眠ったからね。いやもうこれちょっとポケモンチェンジだな。うん、ちょ林亀やられるのはまずいですから、ヌオ対策で、まともに戦えるのはこの林亀くらいですからね。ポリゴンもうただの壁です。人工ポケモン全く期待してない、やられてどうぞって感じ。ただ壁にはなってくれ、一撃でやられるような真似はなしだ。 OK。 おおピオルンかい俺がピオリたいわ、ほんとそんな気分だぜ。でここはね、状態異常回復のあれ、あ、何でも直しがある、何でも直しで林亀の眠りを OK。まあ、とりあえず眠りさえ解除できたらまたこちらの戦いになるからね。混乱もポケモンを変えることによって解けますから、ちょっと1回くらいねポリゴンでダメージ与えてみたいな。再結構成の前にやっぱ相手にやられるよね。水の波動惜しみなく連発じゃないですか。前はポリゴンよくやったよ、壁としてはよく役に立った。再び林亀、またこれ混乱したらちょっとたまったもんじゃないけどね、あくびもしてくるだろうしね。ほんで鬱陶しいことに、ほらもう来た、早く倒さないとまた眠るぞ。何でも直しと眠気覚ましはもうないからね。まあおそらく木の実眠気直すやつ持ってたと思うんで、木の実使えばいいんですけどもね。すぐ倒しましょう。このメガドレインが急所に当たってくれねえか、吸い取れ、体の髄の髄まで全部吸い取れ、何でもええ。うわーちょっと残ってここで眠りにつく。もうあくびってずるくね。てか状態異常の技はほんとポケモンは今後絶対当たりづらくしなきゃダメだよ。もう当たりやすい上にすぐ眠るんだからね。たまったもんじゃねえよ。なんかあったかな。木の実もないのか。あ、ダメだね、木の実すら持ってねえや。もう自力で眠りから覚めるのを待つしかないわ、これね。ダメージ受けたら眠気、この眠り状態から覚めやすいと思うんでね。起きろよ、水だぜ、水バッて浴びたんだぜ。いやそれでグーグー眠るってお前無神経ポケモンじゃねえかよ。何の信頼もねえわお前によ。起きろっつってんだろ、なんで全部無視するんだよ。起きろよ。ほんで、眠りに混乱ってどういうこと。その上眠ってる、眠ってるから混乱なんてしないじゃないっすか。わけわかんない、何の説得力もないけどね。どういう状態なのか説明できんのかなこれ。ようやく目を覚ました、しかし混乱しているからね。でわけもわからず自分に攻撃するような間抜けなポケモンですから、そんなポケモンはヌオーにやられて当然だ。俺も捨てちまいたい気分だ。さあ2位残ったんだ、その2が、あい、オッケー、最終的に解けて最終的に倒す。やっぱ林亀は俺のポケモンだね。すごっ、手のひら返しでしょ、うん、勝ってくれたら何でもいいんですよ。倒すのは時間かかったけどね。 OK、 レベルも29レベルで、最後はフローゼルってなんだ。え、なんだろう、聞いたことないな。まあ水タイプだと思うんで、とりあえずレントラー出したいけど、これちょっとどっちとも体力癒さないとダメだね。ここは壁役にギャラドス、まあなんならギャラドスで倒すっていうのもいいですけどね。そもそもフローゼルが何かわからん、なんか聞いたことあるようでないような。あー、はい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 、こいつね、てかレベル高え、37回。ブイゼルの最終進化だね。俺も取っときゃよかったな、ブイゼル。結局取らずにここまで来たんだね。まあいいや。とりあえず、回復アイテムで回復したいんですけど、モーモーミルクを使ってレントラーの体力をマックス。にできたね、オッケー。噛み砕く。どうだ？おお、ギャラドス、耐久性に優れてるからね、全然食らわない。レベル差考えたら半分以上削られても全然不思議ではないんだけどね。うん、竜の怒りでちょっとでもダメージ与えておきましょう。で、ジムリーダーはね、すごい傷薬をあの、ヌオー戦で使ったので、おそらくもう使ってこないはず。俺の読みでは。一応ね、なんかルールとして、ジムリーダーは1回までしか回復できないっていうのが暗黙の了解で、このポケモンにはありますからね。ならその暗黙の了解守れよ。お前プロレスラーなんだからね。ルールがあって成立するものなんだからね。プロレスはね、わかるだろう。はい、スパークで。
塩水浴びせてくんな、お前男だろ。どこまで削れるか、あとまひらせたら大きいんだがどうだ。よわーし、ナイス。まあギャラドスがねダメージ与えてくれてた分もあったからね、これはギャラドスとレントラーの協力技だよ。イエス。そんでレントラーのレベルも再びアップで33レベル。技は覚えない、もういいや。はい、マキシに勝った。うわ、終わっちまったか。なんというか、もっともっと戦いたかった、そんな気分だ。俺は絶対嫌だよ、相当時間かかったのね。まあ、電気と草さえ持っていれば、あ、別に苦戦するようなジムではないですね。まあ結果この通りだが、お前と戦えてものすごく楽しかった。なのでこれを渡そう。イエース、フェンバッチンゲットだぜ。楽しくなきゃこれを渡さなかったってこと、ふざけんな。え、で波乗りという秘伝技を使うには、そのフェンバッチがいるのだ。だからその秘伝技俺持ってないってば。そしてこれはお前とお前のポケモンの強さを称えるためにあげよう。技マシン55、おそらく水の波動じゃない、連発してきてたからね。塩水、そっちかい。相手の体力が半分より少ない時にお見舞いすると与えるダメージが2倍。一気に勝負を決めろ。お前決めきれてなかったじゃねえかよ。どんな戦い方でどんな風に勝つかはトレーナーそれぞれだ。その中で俺様は勝った方も負けた方も楽しかった、そう言えるポケモン勝負をしたい熱い男だね。まあなんとかね、このジムをクリアしたことによって5つ目のジムバッジゲットだぜという展開になり、ここでの街でやるべきことっていうのは終了でしょうかね。お、また来やがった。なんだよ、次はお前ジム戦終わりに挑んでくんのかい。いや、すごくねえよ、別に倒したから。え？で、マキシマム仮面が出てきた。師匠。そんな仲だったのか。父親とは知り合いだがな。弟子入りを認めた覚えなんぞ、これっぽっちもないぞ。あ、勝手に師匠って呼んでんだね、ジュンが。それよりもさ、大変なんだよ。展望台ゲートの前にさ、銀河団がいてさ、爆弾を使うとか言ってたぜ。マジでヤバいやつじゃないですか。おい、でマキシマムカメすごい勢いでいったね。俺もこれは後を追いかけた方がいいね。なかなかないでしょ、ポケモン作品で爆弾という単語が出てくるの。技名であってもストーリーに関わってくることってなかったと思うんだよね。まあ、ジム戦はクリアしましたが、どうやら何かしらのイベントがあるらしいので、僕もそっちに向かいましょう。ここが展望台だね。マキシマム仮面がいるわ。ジュン、どこにいたんだよ。俺を無視して話を進めるなよ。お前がどこにいたのかわかんねえわ。うわぁ、どう、おい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 、何事だ。とんでもないことやってるじゃねえかよ。逃げてったよ。逃がしていいんかい。お前たち来るなよ、誰もいるなよ。もし爆弾が残っていたら大変だからな。来るなよってなったら行きたくなるよね。ピーマン、銀河団を追いかけてくれよ。俺師匠に言われた通り中に誰も入れないようにするから。え、なんで、俺が見てたらいいじゃんここね。だけど銀河団ほっとけないだろ。だから俺が行ってくるから、お前ここにいてくれよっていうのが本来お前のセリフじゃないの。うん、俺が追いかけるんだね。あいつどこ行ったんだよ。あそこいたわ。本当ならポケモンを使ってひねり潰してやるところだが、俺は湖に行くのに忙しいのでね。さよならだ。いいか、追いかけてくるなよ。いや、追いかけてくるなよって言われたら追いかけて行きたくなるのが人間のサガじゃないですか。行きますよ。湖っていうのはおそらくリシコのほとりのやつかな。またいる、ここに。この銀河団爆弾を作るために我々は発電所のエネルギーを奪っていたのだ。だから発電所にいたんだね。
そしてこれを作った我々のボスは科学機械の天才だな。あ、今のつぶやきだったのね。独り言だったんだ。また逃げた。おそらくこれはずっと追いかけていかないとダメなんでしょうね。またここにいるよ。で、また大きな独り言を喋ってるんだろうね。それにしてもこの銀河弾爆弾、すごい威力だったぜ。これさえあれば何でも吹っ飛ばせるけど、一体何に使うんだ？聞いてますよ。聞いてほしいんだろう。また先に進むんかい。おいで、ハンサムだ。トバリシティから運ばれた荷物が気になってここに来たのだが、残念ながらもう爆発した後、する前に来てたらお前は優秀な国際警察官だったんだけどね。違うからね。全部事件を終えた後に来るんだよね。お前見てたんじゃねえかよ。止めれたろ、優秀だったら。お前って何するんだよ。また別のとことか行ってんだろ。そういうオチが待ってるんだろ。全部予想できるよ。でまたここにいますわ。また聞いてますよ。ずっと聞いてますよ。ずっとあんたの後ろにいるんだよ俺は。意地でも相手しないね。だから追いかけられてんの。気づけよもうそろそろ。はい、最終的に戦いになりましたね。湖の目の前でこの茶番必要だったか。手持ちは1体だし。でグレッグルね、はい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 、予想できます。ただレベルは高いね。ちょっと待て、レベルの低い福カマルではちょっとまずいかもしれない。まあいいか。あ、とりあえず竜の怒り。また混乱。さっきの事務戦でさっき混乱味わったばっか。本当混乱混乱、眠り眠り、麻痺麻痺、毒毒。ポケモンってこんなゲームです。あ、よかった、混乱に負けない深丸がいてくれたんでね。もう悪役もジムリーダーも全部同じ戦い方ってなかなかないと思うんですけどね。みんな悪役に見えてきたわ。同じ戦い方しかしねえから。俺すらもそうじゃねえから。全員敵だわ。あ、うーわーっ、果てろよ今のは。あー、よかった。はい、これで竜の怒りで撃破。レベル差はあったんだけどね。単純な深丸の強さもあり、この戦い勝つことができたよ。で、レベルアップかな。深丸の進化もおそらく近いと思うんだけどね。確か25とかそれくらいだったような気がする。この動画でね、進化できれたらいいんですけど。で、お金もちゃんとくれますから。おいで、ここで進化だ。24レベルだったんだね。さあ、深丸。だいぶ時間はかかったけどね。捕まえてから進化まで。ちょっと時間はかかったが、その中で迎える。OK! おめでとう、深丸はガバイトに進化した。もう一段階隠してますからね。そのもう一段階進化がやべえんだ。まあそこまで行きたいと思いますわ。仕方ない、これは幹部に渡そう。せめて湖で使いたかった。ヘトヘトじゃないっすか。走れなくなってるね。お、で白のが来たよ。今そういう話してる場合じゃないんですけどね。私は湖の言い伝えを調べに来たんだけど、今は入れないみたいね。言い伝えのこと知ってる？湖の中に島があって、幻のポケモンがいるの。だから人は入っちゃいけない場所があるんですって。そこに銀河団今向かったよね。そうだ、話は変わるけど急だね。で、ジュンがやってきた。お前先見てろっつってたんじゃねえのかよ。大出現の爆発さ、そんな大したことなかったってよ。あんな落として地響きもしてたのに。いや、お前もなかなかだけどね。どこ行くんだい、その勢いのままにね。
君210万道路のコダックの群れを見た。ああ、あのコダックね、あれが原因で先の町に行けなかったんですけど、知ってますよ。はい、そう、210万道路の喫茶店あるでしょ。その隣でコダックたちが寄り添って頭を抱えてるので、ね、コダックたちにこれを使うといいかもよ。君ポケモン図鑑作ってたよね、行ってみたらどうかな。イエス、秘伝の薬を手に入れた。これでコダックたちがどいてくれるとのことなんでしょうかね。はい、じゃあ今回の冒険はこれにて終わりにしてですね、次回、シロナにもらった秘伝の薬を試すべく、またあの喫茶店のある場所に向かっていきたいと思います。で、そこでね、問題解決ができたらまた先の町に進めるわけですからね、次回の冒険はそこから始めていきたいと思いますので、お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。